橋本恵学へお詫び。塔子が安政の大地震で死してから2ヶ月後のことだ。安政2年の12月に原田八兵衛という水戸藩士の屋敷で初めて西郷は橋本恵学を愛知った。この時はただ顔を合わせただけの話で、その後日ならずして恵学は品川の薩摩屋敷に西郷を訪問してきた。時に恵学は22歳、南州は29歳の時のことである。西郷はちょうどその時、同郷の士や力士などを集めて庭で相撲を取らして、自分は座敷からそれを見物しておった。そこへ案内されてきたのが恵学で、美目清秀、たおやかな婦人にも見まほしき容顔であるので、代表肥満の西郷どんは、なんじゃこの青二歳くらいにでも思ったものか、あるいはこの男どんな腹具合の男であるか、ちょっといたずらをしてみようとでも思ったものか、とんと相手にならぬ。恵学はと見ると、一切お構いなしで意義正しく口を切った。拙者主君春学校、かねての仰せに即下はつとに国事に陣水せられ、ご収容のほども容易ならずとのこと、平勢敬服をいたしておりました。久しくご芳名は伝え聞いておりましたが、未だ親しく敬外に接するの機会を得なかったのは、まことに遺憾千万のことでござった。今日相まみゆるを得たのは近郊に耐えざるところでござる。恋願わくば公共を得て及ばずながら機微に伏し、共に国事に力を尽くしたいものでござる。と述べきたる。その言葉にも態度にも、どことなく成人の風があった。西郷はまるで取り合わぬ気で手を振ってこれを制し、いや、これは大間違い。おいどんは大バカ者。なかなかもって国事に尽くすなんど、思いもよらぬことでござる。朝から晩までこうして相撲を取って喜んでいるだけの話。おはんも一つ庭に降りて相撲でも取らっしゃれ。冷然たる西郷の風刺には耳をも傾けず、恵学も去る者、西郷の腹の底を読んでいるから道草は食わぬ。進んで天下の体制を論じ、幕府の事情を説き、さらにこれに対する自家独自の経輪をもひれきした。じっとその言うところを聞いていると、恐ろしく偉いことを言う。ことに幕府の内情を説くところなどは、彼が藩主松平春学校について耳にしている非中の非が多かったので、山出しの西郷何度の思いもよらぬところがある。そこで聞いていた西郷がはっと驚いた。これは容易ならぬ男じゃわい。心の底でひどく感心した。橋本が帰って行った後で、西郷は一同を顧みて、橋本は年は若いが、あれは希代の英傑じゃ。あまり優しい顔をしとるので、実は少々腹の中で侮っておったが、実に残機に耐えん。と言ってすぐその翌日、西郷はわざわざ越前邸を訪れて前日の失礼を詫びたという話である。西郷が越前邸の玄関に立って橋本に案内を請うた時に、西郷は式台の上に両手をつき、恵学が出てくるまで頭を上げずに陰銀に待っていたそうである。本文の筆者はこの話を越前藩の古老の話として聞いた時に、思わずほろりとして南州先生の姿を目の前に思い浮かべた。芝居でもなければ狂言でもない、
真の底から湧いて出てくる人間の思情がいつでも西郷を動かしているのだ。自分よりは年は若いが、西郷はいつも橋本先生、橋本先生と言っておったのは、なんという心の清さであろう。虚偽と策略とをもって唯一の政治と心得ている者に、この政労の行いはできない。